のワイド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、ワリホンでございます。純風男女とひねもすの谷の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いいたします。10月最終週だもんでございますね。早い、あっという間でございますけど、ね、11月だもん来週は。はいはい、そうなんです。あのですね、うん、まあ、渚にはねもう何回も言ってるんですけど、はい、ちょっと、仕事がちょっと減ってんすわ、はい、あれついこの間もその話しなかった。ついこの間もこの話をしましたしましたけど、ごめんなさい、ちょっともう一個だけ、はい、終わり本で、うん、だってもう渚に仕事ないに伴う話を、そう一個ね、本当に、まあ、何かっていうと、うん、コミュ力の話なんですよ。ほうほうほう、コミュニケーション能力の話であって、はいはい、なぎさんコミュ力が、うん、まあ高いじゃないですか。ありがとうございますいやいやじゃないんですねそれは ありがとうございます、ありがとうございますあれ高いかなこれちょっと今疑いが始めてきたんですけど、あのまあ私散々言ってるんですけど、うん、そのこのなんていうんですかね、その事務所とどうやって関わっていいのかなみたいなことか言ってたんですけど、まあそのいろんな、仕事がないにつきいろんな先輩とかとこう話す機会があって、まあすごくいいタイミングだったとは思うんですけど、うん、まあ、先輩とも話したし、本当に同期の、はい、本当に同じマネージャーさんから入ってきたそのお友達とか、うん、にもどうしてるみたいな事務所との付き合いじゃないですけど、でその中に本当に僕の、まあ、年的に言うと後輩は後輩なんですけど、うん、でまあ、年齢は1個上かなの、方がいまして、うん、ですね、その人はね、関西の方なんですけど、うん、もう本当にコテコテの大阪人な感じなんですけど、うん、もう本当にねコミュニケーション能力がね、はいね、そうですよね、まあ、すごいね、うん、高いんです。で本人もすごくそれが自分の武器だっていうことを分かっていて、ちゃんと自分で磨いて、うんうん、コミュニケーションの能力を磨くために本当にいろんなことをしているっていうのを実はねっていうのをこの間教えていただいて、うんうん、例えば自分が異物のところに行くようにしている。なるほど。っていうのを言ってて、例えば今はその人はヨガやってる。おお。ヨガ行ったら、しかも平日の昼にやってるヨガなんて、うん、おばちゃんとか、はいはい、女性とかしか、ね、いないの中で一人だけ、うん、あえておじさんが、うん、ところに行く。ってなるとまずまあコミュニケーションを取らなきゃいけないって言ったらするなんですけど、うん、その団体に。自分は何ができるかっていうのをやっぱ考えるというか、うん、そのコミュニケーションっていうものコミュニケーションっていうのを考えるうちにそういう考えに至ったって、うん、この団体にとって自分は何が役に立てるか、どうしたらこのコミュニティが潤滑していくかっていうのを考えて最近はそれをするようになったっていうのを言ってて、僕のそのコミュニティケーションはコミュニケーションの上手な友達はかつてはもう結構オラオラというか、おうおう、もうなんか例えば先輩に連れてってもらったいいその、まあ、ちょっと社長さんとかが集まるような立食パーティーみたいなところに連れてってもらったら、うん、もうガンガン行ってた、その全然自分が預かり知らない人のテーブルとかに椅子を持ってって、実は五右衛門ですっていうのをもうガンガン行って、それは全く、まあ、それもハート強いなって話なんですけど、うんうんうん、でそこでその完全にアウェイの中で自分はこんだけ面白くてってそのトークをで回してみたいなことで受けてみたいなことを考えていたけど、それはやっぱ違うということに気づいたっていう、うん、で最近はそういうパーティーがあったらその一番話しかけて欲しそうな人のところに行くっていう、一人だけとか完全にその孤立しちゃってるところに行ってで話してると、でそこで面白くしているとちょっとずつそこの輪が広がっていく、でその輪をうまく広げていくっていうことをそのやるよう考えるようになったっていう、
のを言っておりまして、うん、まあ、その他にもなんか例えば、事務所、まあ、とかそうですけど関係性が固定されるところはやっぱりあんまりこうよろしくないから、そのひたすらあの近くの全然知らない町の全然家から遠い町のバーとかスナックにいきなり入ってって、そこで誰この人かなっていう状態で、その下手したら空気壊しちゃうかもしれないじゃないですか。でそういうところからどうやったらこの人たちと仲良くなれるかとかっていうものとかを、まあ、例えばその人が言ってたのは、あの本当に自分が好きになる、その目の前今その喋ってる人、なんか喋りが目的だとそれになってしまうんで、この人ここの場を盛り上げて自分の好きでその俺こういう俺すごいでしょっていう風なにしてしまうのはそれは見抜かれるから、そうじゃなくてその人のいいところをとにかくいち早く見つけて、本当に自分がこの人と話したいっていう気持ちを自分の中に作る、そこに行くようにする。すごいなんかあれみたい、そういうセミナーみたいな。そう本当にそういう感じだったんですけど、っていうのを事務所とかでその人が行くと、もうたまげましたけど、もう僕の時なんか、あ、お疲れ様です、お疲れ様ですって感じなんですけど、あ、お疲れ様ですっつってこそこそ言って、あ、緊張したって帰ってくるんですけど、もうその人が行くと、ウェーイみたいな、俺食べなよみたいな、事務所が、事務所が、あの人が笑った、あのね、怖いデスクさんが笑ってんの初めて見たみたいな感じになりまして、もうなんていうんですか、まあそれを見てそれができるかっていうと、まあできないとは思うんですけど、それがで、なんつうんですかね、なんだろう、全く無視してきたっていうのも自分の中で自覚としてあったので、そういううーんと、まあ、ナギさんもそのコミュニ若い子とかもそうだと思うんですけど、またさらにナギさんだと今度上司になってくるじゃん、立場が、あ、今はね、はい、ってなった時のそのコミュニケーションをどうしてか、そう、どういうふうに思ってるかとか、まあ、お得意なのかなと。いや俺だから本当、まあさっきは、はいはい、まあ軽くちょっと面白いかと思ってボケてみたけど、いや全然俺やっぱできてない方だと思うよ。その、いやいやいや、な、うーんと人見知りじゃないとは思ってるんだけど、でも、ね、マリちゃんとかにはよく人見知りだよねって言われるんだけど、あの別にね、俺、なんだろうな、面識ない人と喋るのが苦手かと言われればそんなことはない。ただその今のね、そのお友達みたく、全然アウェーのところに行って、その相手のことを好きになって本当に何だろうな、心からの喋りをしようなんていうイメージは全くないし、そんな必要もないって思ってたし、はいはい、あの、どっちかっつったら、あの、人見知りで話しかけれないっていうよりかは、面倒くさいから話さないみたいなスタンスのことは多いような気がする。別にこの人とすごく仲良くなったところで、その先何もないなって思うから頑張って話はしないみたいなことは、だから、初客演とか初客演数の時とかは頑張って喋るよ、それあの、ね、しばらくは一緒にいなきゃいけないから。でもそんな一期一会の飲み屋行って、あのカウンターの隣の席の人に話しかけるかって言ったら全然俺そんなことしない。一人旅をしてる時でもっていうことですか。でもね、一人旅してるといる、あの話しかけてくる人いますよね、コミュニケーション取りたい、取りたがりの人いる。で、やっぱそれもしかも上手い下手ある。話しかけてきて、うわわ話しかけてきたって最初は思うけど、なんかやっぱついつい返したくなっちゃうような人もいるし、なんか一方的に喋ってんなっていう人もいるし、だからそれはね、で、その彼の話で言うと、コミュニケーション能力を大事にするっていう考え方はめちゃめちゃ正しいと思うし、結局ね、なんかここまで50歳になるまでいろんな業界だとかいろんなのを見てきて、成功してる人は結局コミュニケーション能力高いなって思う。なるほどね。あの、で、しかもこの人は何業についてもうまくいくんだろうなって思う。ああ、分かる分かる分かる。なんか役者で成功してるような人は、まあ多分営業マンとかやったって、うまくいくだろうし。いや、そうなんですよね、それはね、すごい思う。俺だからそういう意味で言うと、順風の人たちなんて、コミュニケーション能力高いなって思っていつも見てるよ。いやでもそれ劇団はやっぱり、なんていうんですかね、
まあ、やんなきゃいけないというのももちろんあるとは思うんですけど、まあ、そもそも劇団をやろうっていう人たちの平均的なコミュニケーション能力が低いからそういうふうに言ってくれる、まあ、うちとマミちゃんとかすげえ上手だなと思う、マミちゃんとか特に思うよね。いや本当に思う、マミちゃんとか足立くんとかのコミュニケーション能力の高さはちょっと、いやお芝居やってくれてありがたいけど、お芝居とでもしてなければちゃんとなんか稼げたんじゃないかなって余計なお世話ですけど思うぐらい、そう、もっとお金になる世界あったでしょうにって思うぐらい、いやなんか才能をね、あここで使ったかっていう、まあ確かに、まあ、うちにもいるわな、コミュニケーションマスターがな、でもな、でもその、まあ、今ね34にまもなく なるんですけど、あのまさしく昨日ですよ、あの現場が一件ありまして、あの今年から入りましたっていう新人の女の子で25歳とかの女性 と、まあ控え室で待ってて、うちの、仕事は待ちの時間が長いんですけど、まあ、大体2時間ぐらいね、あのおしゃべりをしていかなきゃいけないんですけど、まあ、昨日はもう本当にあの、まあ、コミュニケーション本当にマジで上手な、あの方だったので、もうあのしゃべらせていただいたみたいな感じなんですけども、なんかそれも何だろうな、まあ、多分凪さんあの上司という立場になるとすごく思うと思うんですけど、この子多分僕に心開くことはないんだろうなと思いません、なんかしゃべる、あれね、ほんとね、心開くことないだろうなとまでは思わないけど、もう俺とかの世代になると、例えば相手がにその、ね、20代とかだと、もうね、追っかなくてこっちから話しかけれないっていうのはある。ああ、まあそれ、あ、凪さんがってことですか、うん、あのっていうのは、まあ、だからそれこそセクハラ、パワハラとかもあるし、特に社内の場合は、なんかやっぱ、まあ、とはいえもちろん必要なことは話すよ、必要なことは話すけど、あの必要ないけどこの感じだったらどっちかから話しかけた方がいいよなは分かってるけど、分かってるけど、なんか俺が話しかけたらもう向こうはリアクション取らざるを得ないよなって思っちゃうと下手に話しかけられなくなっちゃう。それによってより喋らなくなってしまって、いや本当にそうだ、せめてもうちょっと何人かいたら誰に話すでもなく 俺が喋りして、そあの反応してくれた人と喋るみたいなのはできるけど、一瞬ちょっとそういうのがね、そうそう、2人とかでだとやっぱ話しづらいね。だからそういう時はやっぱその若い子の方が話しかけてくれたら助かったと思っていっぱい喋れるけど、なるほどなるほど、なんか話題が豊富だから絶対ついてはするじゃないですか。あのでもそれは確かにちょっとあるなって最近実は思って、あの本当に例えばだけど、若いうちの、ね、会社のアルバイトの子なんかだと、例えばジャニーズがすごい好きな子、あとミュージカルがすごい好きな子とか、あとなんだろう、まあ、そうか、お芝居が好きな子、ね、が割といるから、ね、で正直ジャニーズもミュージカルも俺は全然わかんない、わかんないけど、まあさ、そういう人が、そういうのが好きってことは、この話題興味あるかなぐらいのさ、あの手数は一応ちょっとあったりするから、俺全然わかんないんだけどあれとかってどうなの、っていうことは聞けるわけ、したらあの、ね、喜んで説明してくれるしとかはあるから、そういう意味で言うとそのチャンスさえあればあの喋ることはできる、まあ、もともとおしゃべりだから喋り続けることは全然できる、そうそう、だからそれはただね、それはコミュニケーション能力とはまた違うんだろうなと思って、あ、まあ分かります分かります、おしゃべりのうまさとちょっと違いますよね、そうだよね、またね、もうちょっとそう、だからどっちかっていうとメンタルとか、そう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 、そっちの問題だよね、そうそうそうなんですよね、だから足立さんとかは口が上手なパターンで、真美さんとかは口が上手っていうよりそのどっちかっていうとその人間性というか、で、まあ、ちょっとコミュニケーションは2人ともすごいけど、ちょっとだからタイプが違う感じしません？そんなことだろう。あ、うん、うんとね、細かく見たら違うけど、でも大きくは、やっぱし、あの人が好きなんだろうなと思う。あのマニちゃん特にだけど。そうですね。足立くんも最初はなんか、あ、多少営業努力でやってんのかなって思ってたけど、でもなんかここまで来てるとそうじゃないの。本当にこの人、いろんな人と繋がりたいんだなっていうのが、なんかだん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 分かってきたから、なんか。で、やっぱそれが身に
なんかなってるもんね、うん、今ね、その仕事につながったりだとか、そうですね、うんうん、まあ、見事それで体制されているという、そうだからすごいよね、うん、だからやっぱでああいう人が本当にいわゆるコミュニケーション能力高くて、それを仕事につなげられてっていういい意味のそのコミュニケーションの上手な活用法をしてるなって思う、うんうんうん、確かに、まあ、そういうふうに、まあ、うちの事務所も言って100何人とかいるんで、うんうん、まあ、忘れ去られることはないとは思うんですけれども、うん、でもやっぱガツガツ来る人の方がね、うん、意識には止まるだろうし、うん、でもうちの事務所的に言うとあんまガツガツしてくれるなっていうのはすげー言われる、そうなんだ、そうすげー言われるし、うん、そのなんでしょうね、だからどうやガツガツもさ、その文字通り、うん、俺がっていうばかりじゃないじゃん、うんうん、そう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 、あの常にいますよっていうことがさ、うんうんうん、分かる範囲にいて、うん、嫌じゃない、仕事くださいっていうわけじゃなく、うん、そう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 、今これやってみたいんですよねっていう話が自然にできたりとかっていうやつがそばにいたら、そう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 、あ、そういや、あいつこの間このやりたいって言ってたなの候補に上がるじゃん、上がりやすくなる、うん、そういうことなんですよね、うん、だそういう距離感がね、うん、僕はでも本当になんですかね、グリッといっちゃうところがちょっとある、あ、ガンっていっちゃうことがある、行くぞとなったら、そう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 それでもね、でも俺もそうだな、大きくくぐったら俺もどっちかって言ったらそうよ、イエーイ、なんかいや、しっかり目的があって行っちゃうとき、すごいもうバリバリ営業でございになっちゃいすぎるからうまくいかないことの方が多い、なるほど、それよりもっとなんか、なんだろうな、まあ無心でっていうか、その無欲でおしゃべりしてる方が仲良くなったり、うん、いや、そうですよ、うん、っていうのも当たり前だけど、そうなんですよね、それが難しいところで、本当に自分の無理すべきじゃないなっていうふうに思うんですよ、それはね、もうだいぶ前の段階で俺は思ってた、無理はもう今は全然してない、うんうん、そう、だからでも無理しないとなるとしなくなっちゃう、そうで、これも不思議なもんで、うん、ちょっと待って、どんぐらいだろうな、多分30ぐらいまでは割と俺頑張らなきゃ、うんうんうん、ガツガツしなきゃダメなんだって思ってて、うん、多分負荷をかけていろいろね飛び込んでいったりしてた時期があり、でどうやら俺はそれに向いてないなっていうのがだんだん分かってきて、30代とかは、うん、ガンガンはいかないけど、それこそその機会を増やす、まあ、客演いっぱいしたりだとか、うんうんうん、なんか呼ばれたものには全部行くみたいにはしてたの、うんうん、でも結局それもなんか身にはそ、なんだろうな、最終的な、なんか あれをやっててよかったっていうことがそんなにないなみたいになってきて、ガンガンやった上で、そう、で逆にそんなに頑張ってない時の方が実は評価高かったなみたいな経験もあり、だったら俺はもう本当にやりたいことをやってりゃいいやっていう境地になった時期があったので、40代ぐらいなのかな、でそれからは本当に何にも、まあよくもあるも頑張らなくなって、あ、なるほど、でもね、頑張らなくなったら頑張らなくなっただけの結果しか来ない、うん、まあそれはそうです、それはそうだなってことだ、あ、でも分かる、執着しすぎないっていうのはこれはまたすごく大事なことだから、断るをやっぱ覚えれたということはいいことではあるけ ど、 なるほど、やっぱ断っちゃったら終わるよね、あの、まあ、そうですよね、いろんなことがね、うん、飲み会とかも、うん、もう最近でこそね、まあ、コロナ経て2回っていう誘いがそもそもそんなないけど、ああすいません今回はつって本当は行けるのに断ったりとかしてるとやっぱ誘われなくなるし、あと、まあ、それこそ実はねちょびっと演出の仕事がこの秋や、うん、あの依頼はあったんだけど、 そうなんですね、ちょっと断ったりもしたし、あ、そうなんだ、まあ、多分二度と来ないんだろうな、声がかからないだろうなっていうのもあったし、まあ、そうやってだん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 、うん、あの人間関係も淘汰はされていくんだろうなとは思うけどね、だから僕も一旦まあその境地になんなきゃいけないって言ったらあれですけど、うん、だから僕はやっぱ頑張った経験が今のところないから、そうしてで大さんはそれ経て、うんうん、いや自分はいいなってなったけど、うん、僕初めから怖いからやってなかったんでこりゃいかんぞと思ってますね、うん、本当に。でも急に事務所の人は平野が急にヘラヘラしだしたなって思われる、ね、頑張り
に事務所っていうのがまた難しいよね。そうですね、うん、もっと外だとね、うん、割り切ってキャラ変できる、ね、そうそうそうなんですよ。だからしばらく付き合わなきゃいけないじゃないですか、うんうん、だからキャラ変とかそういう話、その日だけだったらいいかもしれない、まあ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 、ね、頑張りますよ。でも仕事取っていかなきゃいけないんでね、頑張ります。お父さんは頑張ります。それではお仕事お待ちしております、はい、ありがとうございました。また来週。渚橋渕と平野健介の割と本気です。